こんにちは、皆さん。今日のトピックは、世界中で話題になっているデジタル通貨、ビットコインです。あなたはビットコインの次なる大ブームを見逃していませんか？この動画では、ビットコインの基本からその技術的背景、半減期、創設者のサトシ・ナカモト、これまでの価格推移、そして未来の展望までを詳しく解説します。最後までお楽しみください。まず、ビットコインとは何でしょうか？ビットコインは2009年にサトシ・ナカモトと名乗る謎の人物によって導入されたデジタル通貨です。ビットコインは中央銀行や政府の介入を受けない分散型の暗号通貨です。ブロックチェーン技術を使用して取引が記録され、その透明性と安全性が保証されています。次にビットコインの創設者サトシ・ナカモトについてお話しします。サトシ・ナカモトは2008年にビットコインのホワイトペーパーを発表し、2009年にビットコインネットワークを立ち上げました。しかし2010年12月に突如として姿を消しました。サトシ・ナカモトの正体については多くの憶測がありますが、未だに確定した情報はありません。候補者としてはニック・サボ、ハルフィニ、ドリアン・ナカモト、クレイグ・ライトなどが挙げられます。そのミステリアスな存在がビットコインの魅力を一層高めています。ビットコインの基盤となる技術がブロックチェーンです。ブロックチェーンとは、取引情報をブロックという単位でまとめ、それを連続してチェーンのようにつなげたものです。このチェーンは分散型ネットワーク上で維持され、改ざんが極めて困難です。この技術がビットコインの透明性と安全性を支えています。ビットコインはマイニングというプロセスを通じて新しいコインが生成されます。マイニングでは複雑な数学問題を解くことで新しいブロックが生成され、その報酬としてビットコインがマイナーに支払われます。そしてこの報酬は約4年ごとに半減します。これを半減期と呼びます。では半減期について詳しく見てみましょう。半減期はビットコインネットワークの基本的な経済モデルの一部であり、新しいビットコインの供給速度を制御する重要なメカニズムです。半減期の目的はビットコインの供給を2100万枚に限定し、インフレを抑制することです。これまでの半減期はいつ起こったのか解説します。2009年1月3日、ビットコインの創生ブロックが生成された時点ではブロック報酬は50ビットコインでした。2012年11月28日、最初の半減期で報酬が25ビットコインに減少。2016年7月9日、2回目の半減期で報酬が 12.5 ビットコインに減少。2020年5月11日、3回目の半減期で報酬が 6.25 ビットコインに減少。次の半減期は2024年頃に予定されており、報酬は 3.125 ビットコインに減少する見込みです。この半減期による影響を説明します。半減期によって新しいビットコインの供給速度が減少するため、全体の供給量は2100万枚に制限されます。これによりビットコインは希少性を持つデジタル資産としての価値を維持します。過去の半減期ではビットコインの価格が上昇する傾向が見られましたが、これは新しい供給が減少することで市場の需給バランスが変わり、価格が上昇するという経済原理に基づいています。これまでのビットコインの価格推移について詳しく見ていきましょう。2009年から2012年初期の価格と導入期。2009年、ビットコインが初めて導入された時、ほぼ無価値でした。最初の取引は2009年にサトシ・ナカモトと他の開発者との間で行われました。2010年5月、ビットコインが最初に経済取引に使用されました。プログラマーのラスロー・ハニエツが1万ビットコインでピザ2枚を購入しました。この取引はピザの日として知られています。当時のビットコインの価格は約 0.01 ドルでした。2011年、ビットコインの価格は初めて1ドルを超え、その後30ドル近くまで上昇しました。しかし年末までに価格は2ドル以下に下落しました。2013年から2016年、初めての大きな上昇と下落。2013年、ビットコインの価格は再び急上昇し、4月には266ドルに達しましたが、その後すぐに50ドル近くまで急落しました。年末には1000ドルを超えるまでに再上昇しました。2014年、マウントボックスの破綻によりビットコインの価格は急落し、300ドルから500ドルの間で推移しました。2015年から2016年、ビットコインの価格は徐々に回復し、2016年末には約900ドルまで上昇しました。2017年、初めての大ブーム。2017年、ビットコインの価格は年初の約1000ドルから年末の約2万ドルまで急騰しました。この期間中、ビットコインに対する関心が急激に高まり、多くの新規投資家が市場に参入しました。2018年から2019年、調整と回復。2018年、ビットコインの価格は急落し、年末までに約3000ドルにまで下落しました。この下落は
市場の過熱と規制の不確実性が原因とされています。2019年ビットコインの価格は再び回復し13,000ドル近くまで上昇しましたが、年末には約7,000ドルに戻りました。2020年から2021年、新たな高騰期。2020年新型コロナウイルスのパンデミックが世界経済に大きな影響を与えた中、ビットコインの価格は年初の約7000ドルから年末には約29,000ドルに上昇しました。これはビットコインがデジタルゴールドとしての認識を強めたことが一因です。2021年、ビットコインの価格はさらに急上昇し、4月には約64,000ドルの過去最高値を記録しました。その後夏にかけて価格は調整され、7月には約30,000ドルまで下落しましたが、年末には再び50,000ドルを超えるまで回復しました。2022年から2023年、市場の変動。2022年、ビットコインの価格は世界経済の不安定さや規制強化の影響を受け、50,000ドルから30,000ドルの範囲で大きな変動を続けました。特に中央銀行の政策やインフレ率の変動が市場に影響を与えました。2023年、ビットコインの価格は依然としてボラティリティが高く、市場の状況や規制の動向に左右されました。価格は30,000ドルから60,000ドルの間で大きく動きましたが、年末にかけてはやや安定して40,000ドル前後で推移しました。そして2024年、70,000ドルまで一時的に上昇し、現在は60,000から70,000ドルの間で推移しています。今年は半減期の年ですので、ここからの価格上昇に期待です。ではビットコインの未来について考えてみましょう。ビットコインの価格はこれまでに大きな変動を経験してきました。将来的には需要と供給、規制の変化、技術的進化、市場の成熟などが価格に影響を与えるでしょう。ビットコインの普及が進めば、決済手段や法定通貨としての採用が増える可能性があります。またビットコインの技術的進化も期待されています。スケーラビリティの向上やセキュリティの強化により、より多くの取引を迅速かつ低コストで処理できるようになるでしょう。ビットコインの未来は多くの不確実要素に左右されますが、その技術と影響力は計り知れません。ビットコインがデジタル資産としての地位を確立し続けるかどうかは今後の発展次第です。今日の仮想通貨ニュースはいかがでしたか？これからも最新の仮想通貨情報をお届けするために IDOFIRE をフォローしてください。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また意見や質問があれば、ぜひコメント欄に書き込んでください。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。安定した投資、最大限の利益、ネクソとともに、未来への一歩を踏み出しましょう。ステーブルコインで、年間最大 16% の利率、ネクソではあなたの資産が最大限に成長します。先進的なセキュリティと保険により、あなたの資産は常に安全、ネクソで投資を楽しむことができます。最高水準の金利、ロイヤリティレベルに応じた追加金利で、あなたの投資はさらに加速します。世界中で選ばれているネクソ、今すぐ参加して、特別なウェルカムボーナスを手に入れましょう。安全、迅速、高収益、ネクソであなたの暗号資産を賢く安全に、今日から始めましょう。詳細はこちらの URL または QR コードから概要欄にあります。